ジャニーヌミショウジャニーヌミショウは、フランスを代表するディリックソプラノとして活躍したオペラ歌手である。トゥールーズに生まれ、地元の音楽院で声楽を学んだ後、パリ音楽院に進学した。1933年11月16日に、オペライコールコミック座において、ギュスターブシャルパンティエのルイーズ・デ・ラ・プリウーズ役でデビュー。その後は、カミー・エル・ランチェのポーランドのユダヤ人で、 ロア役や、イベールの、アンジェリークの隣人役を演じたほか、ドリーブの、ラクメやグノーの、ミレイユで派役を演じ、その後サルファバールにおいて、フィガロの結婚のケルビーの役、ホフマン物語のオランピア役、セビリアの理髪師のロジーナ役、真珠鳥のレイラ役、カルメンのミカエラ役、ラクメのタイトルロールを演じた。1935年までに、 その活躍から各地から招聘されるようになり、マルセイユでラクメの上演に参加した後、ピエール・モントゥーに持ちかけられて、アムステルダムでペレアスとメリザンドのヒロインを演じ、サンフランシスコも訪れた。ブエノスアイレスではエイリヒクライバーの指揮でバラの騎士のゾフィー役を演じた。1940年にパリオペラザにデビューした際、ミヨーのメディアのクルーズ役を総称した。 その後オペラ座では、リゴレットのジルダ役や、椿姫のビオレッタ役、バラの騎士のゾフィー役などで出演している。戦後になると、活動の場を世界の舞台に求め、ミラノスカラ座や、ブルッセルモネ劇場、ロンドン王立歌劇場、サンフランシスコ歌劇場、シカゴリリックオペラからの昇平に応じて、ペレアスとメリザンドや、ロメオとジュリエットのヒロインのほか、マノンのタイトルロール、 ファウストのマルグリット役を演じた。演奏会やラジオ放送にも積極的でとりわけ18世紀のフランスバロック音楽に出演した。フランス国営放送には1947年にアンドレ・メサジェのイゾリーヌで1956年に同じくメサジェのオキクさんで出演している。CD 化されている録音もいくつかある。演奏会のレパートリーでは ラベルのシェーラザード、ドビュッシーの選ばれた乙女やイセ・セバスチャンの殉教、シャブリエの音楽への昇華のほか、ドビュッシーやミヨーの芸術家曲が挙げられる。1961年からパリ音楽院やザルツブルクモーツァルテウム大学で声楽教師を務めた。1968年5月にルーアンでマテキのパミーナ役を演じたのを最後に舞台から優退した。 ありがとうございます。